1957年のジャイアンツ投手陣。藤田元氏17勝13敗、防御率 2.48。 新人の藤田が先発、リリーフと60試合に登板し、新人王を獲得しました。木戸義則17勝7敗、防御率 2.36。 別所武彦14勝11敗、防御率 2.50。堀内翔12勝10敗、防御率 1.71。 吉原武俊7勝3敗、防御率 1.46。 この年のジャイアンツは74勝53敗3分けでリーグ優勝しますが、日本シリーズでは西鉄に敗れました。